どうも、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。今回もニコニコ動画ってことはまたヤバい内容なのかな。単なる事実なだけなんだけどね。さては事実とお日様が嫌いな連中の話だな。今回追加したのはこちら。背取りを発見されて怒ってる連中の話。犯罪者側じゃん。そうなのよねー。もうお話にならない連中よね。しかもそれを YouTube で言うとバンされるかもしれないとか意味がわからないよな。ね。YouTube が情報操作によって、国際犯罪の片棒を担いでる風にだって受け止めることだってできるわよね。悪く言うとそうなるかもな。まあうさんくさい組織になり下がった感はあるかな。さて、この動画の説明欄に過去動画一覧へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。同じく説明欄には、すでにニコニコ動画にアップしてある動画一覧へのリンクもあります。YouTube では言えないような内容のものが盛りだくさんなので、ぜひ見てみてください。ニコニコ動画はまだちゃんとしてるわよね。今のところはな。真実なのに言われたら困る連中がいつ汚染するかわからないからな。でも最近、ニコニコ動画でもイラッとすることがあってさ、更年期だな。ゆっくり雑談164回目のキモくて不愉快なコメントの話があったじゃない。あったな。実際に被害に遭った外国人女性の例を挙げて、日本人女性も気をつけてね。って内容だよな。そうそう。それが携帯では表示できない扱いなのよね。え、なんで？各携帯電話会社や関連機関より、青少年が安心して利用できるようにサービス運営を行うことが求められております。だって、え、この回の雑談が青少年には安心でないってことだよな。そうよ。騙されないように女性に見てほしい。で YouTube でのお知らせ動画で言ったように、むしろ青少年だけでなく世間一般の人々が安全に過ごせるように。っていう意図がある動画なのに、意図とは無楽の扱いを受けたわけか。そりゃ更年期でなくても頭にくるな。YouTube のお知らせ動画の説明欄からリンクで飛んだりとか、携帯でも PC 表示にしたりとかすれば見れるんだけどさ、そういう問題じゃないよな。可能性は低いかもしれないけど、あの動画を見て注意することにより、助かった少女とかいるかもしれないのにな。それを無にしたことになるよな。でしょ。頭にくるわ。うわっ面の綺麗事を言ってからに、やっぱ更年期かな。入り申し立てもしたのよ。でもダメだって。なんなのかしらね。こりゃ更年期だ。ふごごごごごご。続きはニコニコ動画でね。